자こんにちは。はい、ゆたかさん、ちょっとなんだよお前入り方ね、最近ね、うん、ねえ、はい、ゆたかさんってペローンと入るからさ、うん、なんかパーンと入りたいなと思って例えばどんな風に、さあ、ゆたかさんとかさそう、大してかおかしいか、そう、ゆたかさんね、まあまあいいや、はいはい、まあね、自粛がちょっと今明けましたけれども、うん、さっき外出たりとかウォーキングしたりとかってしてます？ないよ避けてます？ちょっとちょっと芝刈りに、あ、芝刈りに、芝刈り、いや、でもね、ちょっとジムとかも再開するところもあって、体をいきなり動き始めさす人とかも出てきたでしょ。あ、やっぱりさ、はい、減量っていうかさ、うん、ファスティング、んなんだっけ、ファスティング、ファスティングなんちった俺、ファスティングやるとさ、回復食って食べるでしょ、徐々に、そうですね、慣らすやつ、ね、だからやっぱり徐々にが大切だよね。じゃないと体もやっぱ、なんつうんだ、ファスティング俺ちょっとずつね、ずれてきてるの、最近、最近ですか、ちょっとずつずれてる、てるありますよね、うん、そう、面白い、あの、発音で面白いなと思ったのは、全然書けないんですけど、ツイッターとかインスタグラムにあのアイコンってあるじゃないですか、伊藤さん、アイコン、アイコンって言うんで、アイコンって言うの、そうなんかそれも可愛いと思って、ほら、お前ツイッターのアイコン、アイコンって言うね、あの、フォルム、え、フォルム、フォルムの写真、フォルム、フォルム、まあ、体のフォルムとか、体のフォルムですよね、うん、それ、フォじゃなくて、フォでしょ、フォです、フォルムだよね、なんだと思ってました、フォルムあの、千葉にある遊園地はディズニーランド、それはわかるわえ、あれは誰ですか、ほら、あの、レオナルド、デカプリオディカプリオ、デカプリオ、ディカプリオ、はい、まあいいや、まあいいや、まあ、はい、何の話だっけ、あ、ファスティングとかね、そうですよね、だちょっとずつ体を慣らしていって、本当に持っていかなきゃいけない、でやっぱりそれ、野球選手もそうですよね、いきなりっていう、いや、それはいきなりは、はい、いや、ただね、自分の自覚の中で、自主トレとかちゃんとしっかりやったりだとか、もうなんかこう、自分では一生懸命やって、うん、やってるつもりなんだよ、はい、だけどこれが紅白戦であり、うん、練習試合、公式戦になると全く力の入れ方が違うんだよ、やっぱり、はい、気持ちが入るから、だからまあそこら辺での怪我人が多く出てるということでしょ。そうなんです、実は結構今怪我人が出てまして、まあ、阪神の藤川球児投手は腰の張りで6月3日のマウンド緊急降板したりですとか、うん、同じく阪神の藤浪晋太郎投手は右胸の張りで2軍戦で途中降板したりですとか、うん、あとヤクルト塩見選手上半身のコンディション不良、中日は石川選手が軽度の熱中症で試合欠場、ま、熱中症ってお前これからもっと熱くなるぞ、だ体が多分慣れてないんだ、慣れてなかったんだと思います。そうだよな、はい、その自分がやってる自主トレを錯覚しないようにしとかないと、はい、やっぱりね、結果が欲しいんだよ、はい、もう始まるし、うん、で結果が欲しいし、まあその名前が挙がった人の中には、はい、1軍半クラスもいるじゃない、まあ1軍の選手もいるよ、はい、だけどやっぱりいいパフォーマンスを見せて1軍に残りたいだとか、うん、そういうまあ力みもあるんだろうね、うん、まあ、そういうことからおそらく怪我につながってるとは思うけど、はい、やっぱこう回復食じゃないけどさ、はい、やっぱ徐々に慣らしていってやらないと、うん、これはやっぱこう首脳陣も貴重な戦力を失うっていう形になりかねないよね。本当ですよね、うん、豊さん考えるの、本来であれば例えば6月19日の開幕だったらいつぐらいからまた練習試合とかを再開させなければ、だ1ヶ月以上は本来は野手としてはやっぱり欲しいですか、1ヶ月半、いや3週間だったら3週間で合わせられるよ、はい、だからその代わり積んでくるけどね、ああ、のツームっていうのは詰めて、あ、詰めてくるけど、はい、なんていうの、それはもう合わすコツというかさ、うん、気構えっていうのが大切で、はい、それはもう体は追いついてこないかもわからんけど、うん、気持ちが先に行くと怪我になるし、うん、だからでも気持ちで引っ張らないと体もついてこないっていうところもあるから、うん、ただやっぱこう経験のある人っていうのはやっぱ公式戦がどんなものなのか、うん、練習試合がどういう配分でやればいいのか、うん、紅白戦だったらこのぐらいでいいのかとかさ、やっぱこう経験値が高ければ高いほどその配分というのはできるよね、だからその配分ができないよね、あ、練習試合だと大体どのぐらいのパーセンテージで自分の中で持ってって豊さんはやってました？まだもうちょっと時間あるから、はい、そうだな、70ぐらいかな、
70ぐらいで、19日の大体何日前ぐらいに標準は、まあ1週間前ぐらいにぐらいかな、ちょっと力をよし入れてみようみたいな、気持ちも入れてみようみたいな、そんな感じだよね。でもこれシーズン始まったらやっぱりこれはコロナの影響で今こうやってちょっと怪我人がちょっと出てるっていう風な感じ。まあ絶対そうだよ、自主トレ期間中が長かったから、ね、まあ、それと練習試合をちょっと見てて、はい、なんかこう、まあ、勝利の方程式とか、はい、後ろのピッチャーがちょっと打たせるケースが多いよね。これなぜかというとさ、はい、やっぱ気持ちの盛り上げがないんじゃないの。だからファンとかいないし、はい、でなんか試合が勝ってきたら俺の出番だっていうのがあるじゃない、はい、そういう気持ちの盛り上げがあってよし行ってこようみたいな、うん、よし抑えてやるみたいなさ、そういうのがあるけど、なんとなく気持ちが乗ってないような感じがするんだよね。そのスイッチがまだ入ってない。だから先発ピッチャーはさ、はい、もう前日その前からずっと言われて、そこに合わせてコンディションを整えてくるじゃない、うん、でブルペンで投げて試合プレーボールじゃない、そしたら気持ちっていうのは出来上がってきてるけど、はい、だけどその中継ぎ以降抑えまで、うん、なんか気持ちの盛り上げがないんじゃないのかなと思って。でもそれ考えたらシーズン始まっても無観客でさ、いやだから難しいんだよ。後ろのあのピッチャーたちって大変ですね。大変だから、まあ例えば例に挙げると、はい、DeNA の山崎、はい、安明、ジャンプがあるじゃない、はい、安明コールがあって、うんうん、そしてお客さんがこうドワーンと音楽とともに安明を盛り上げるわけだね、うん、でもそれが全くないわけよ。それやっぱ大きいですか。いや俺は大きいと思うよ。だから練習試合を見てて、はい、そんなに無観客っていうのは大きくないんじゃないかな。まあ大きいのは大きいよ、はい、やっぱお客さんの盛り上げ、うん、ドラムを作るには絶対ファンが必要だというふうに思ってるから、それはでかいと思ったけど、だけどその仕事というふうに考えるとしたら、いやそれはそれでこれはこれ、まあ、しっかりやるのかなと思ったら、でもやっぱその気持ちを作るのに、はい、やっぱ大変なんだろうなっていうのを感じてる、練習試合を見る限りではね。それはまた野手の感覚とは違う。あ、それは全然違う。あ、まあ、例えば代打を送られる、はい、そういうこともあのイコールかもわからないけど、はい、やっぱこう中継ぎ以降のピッチャーって勝敗に大きく左右してくるじゃない、はい、だからそこに気持ちの盛り上げがない、うん、盛り上がらない、なかなか盛り上がらない、うん、でも、まあ、例えば球場に出た瞬間に大声援があって、うん、ね、そのコールがあって音楽が流れてっていう、うん、それに慣れてるから、あ、だからそれがシーンとしてるわけでしょ、はい、なんか気持ちが盛り上がってきてないんじゃないかなと思って、まだね、まだ、うん、でもそうなってくると、まあ、無観客でもそうですし、観客を入れても鳴り物禁止だったり、その、ね、声での応援も禁止ってなると、だからシーンとして見てなきゃいけないわけでしょ、はい、でジェット風船禁止、はい、もちろん、あの上下立っての広島の応援もダメ、はいはい、でこういうやつもダメなんでしょ、はい、叩くやつも何にもできないわけだから、はい、そしたら盛り上がらないよね。確かにあのいつもの、 あの盛り上がり方とはまず 100% 違いますね。だから気持ちを作るのに、うん、だから先発ピッチャーはともかくいいとしても、はい、中継ぎ以降のピッチャーがやっぱそういう盛り上がらないで投げてるとまた怪我人が出てくるとかさ、あ、逆にそうなんですね。あ、気持ちがなんかちょっと違うっていう、うんうん、それがまた怪我につながったり、あ、だから違和感を感じながらマウンドに登ってる可能性もあるし、あ、ピッチャー陣はその精神的な部分と精神的なものから来るそういう怪我だったりとかにも気をつけなきゃいけない、にした方がいいよ、そう考えておいて。じゃあ逆に野手はどういう怪我だったり、うん、どういう変化が起きそうですか、野手経験者として。まあやっぱりね、集中力が欠けると散漫になると怪我するんだよね、うん、で、まあお客さんがいるから集中してるっていうところもあるし、うん、ただやっぱこう、まあ野手の場合はね、打席に立つとやっぱこう死をかける、うん、ボールが当たったら、変なところが当たったら死んでしまうっていう、はい、まあ、危機感を持って打席に立ってるから打席での怪我はないと思うけど、やっぱちょっとした走塁だとかさ、ちょっとした守備に飛びついたりだとかさ、なんかそういうところでの怪我っていうのは怖いけどね。そうですよね、その練習とかがちょっとごっそり抜けちゃってる分っていうことですよね、あの期間が、うん、だからまあ怪我には十分気をつけてほしいしさ。そうですよね、うん、で豊さんがもう今シーズンスタートダッシュ、とにかく連敗戦スタートダッシュからいった球団が強いっておっしゃってたので、うん、もう選手もスタートから
もうマックスというか負けてらんない、100% でいかなきゃ、いや、いかなきゃいけない、思えば思うほどそういう怪我にもつながってくる可能性も、いや、可能性はあるよね、ありますよね、だからいかにいい準備をするか、はい、で気持ちをちゃんと高めとくか、はい、これがやっぱ大事だと思うよね、うん、プラスそういった選手たちが怪我になった場合、2軍から即座に上がってきてこう行く選手だったりとかも出てくる可能性もあるんですか、まあ、どのシーズンを取ってもさ、うん、そういうことは言えるにしても、はい、今年は特にそうだよね、うん、それとやっぱり選手層が厚い、はい、そういうチームが有利になってくるということだよね、そうですね、うん、いや、ただ今ね、その怪我でちょっと離脱してる選手たちがなんとかね、開幕までに戻ればいいですし、ここから大きなね、怪我がまたないといいですね、選手たち、まあ、そうだね、だから、うん、俺怪我はね、ともかく、はい、無観客で気持ちが盛り上がってこない、うん、中継ぎ以降のピッチャーが俺は心配だな、練習試合を見る限りではね、なんか本当打たれてるケースが多いもん、だこれが開幕になってどう切り替わるか、あとは開幕してもそのまま引きずってしまうのか、うん、そこもちょっと今シーズン、ね、中継ぎ以降見極めながら、まあ練習試合の時に慣れてくれればいいけどね、はい、その気持ちの配分とか、うん、そういうものも自分で勉強して取り組んでいけばね、はい、まあ大丈夫でしょう、はい、はい。